あれやります、あれこの前のなんか、ちょうど今何人でこれクソガキラジオの作るやつ、あれクソガキラジオの、あれは絶対やんないよ。元々かな、提案があるんですけど、クリエイティブの後ろの方にあるマインクラフトとかにあるベッドウォーズってわかります？え、何それ？ベッドウォーズかフォートナイトでできるマップがあるんですよ。え、それおもろそう。これやりません？やろうやろうやろう、じゃあみんな集合というわ。ボーツってなんだ、おちっぽっぽ、おちっぽっぽ、おちっぽっぽ、ポッポー、すごいよく乗れる。お願いだから女性として来てほしい。やめてよ。中学3年生にそんなこと言われていいのかよ。いや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 、こういう大人もいるんだって、いい経験になったんじゃない？いや、お耳ぐらいしかいない。でもさ、なんかお耳とかさ、写真ではなんか決めてるんだよね、なんか決めちゃって。決まっちゃってましたね。なんか今の決まっちゃってるっていう方、薬物やってる。薬物やってるよね。いや、それはちょっと怪しいんですけども。まあ、このゲームどんな感じかっていうと、武器とかを強化していって、島にベッドが1個あるんですけど、自分の島に、そのベッドを銃とかで破壊されると死んだ時にリスポーンできなくなるんですよ。だから建築で最初はベッドを囲んで、自分の島から出て真ん中の島に行くといいアイテムとかもね、落ちてたりするんですよ。はい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 、何ものそう、これ何アイテムというよりお金ですね。お金、お金、その真ん中で取ったお金をゲットして、そこから武器を買ったりアイテムを買ったりして、なるほど、ね、敵のベッドを落とすもよし、全員のベッドが破壊されない場合はアンチが来て最終的にみんなが真ん中の島に集まる。なるほどなるほどなるほど。ベッドを壊さない限りは無限リスポーン。ええ。なるほど。あとこれ空中に浮いてるんで、全部の島が。この空中から落ちちゃったりすると、もうダメですね。これ、あれじゃん、有名な YouTuber じゃん、作ったの。俺です。お前かい、資材が後ろにある。矢印がついてるところでアップグレードすると武器がゲット。ああ、武器が出ない。素材が足りない。なるほどね。これを取りに行かなきゃいけないのか。そうなんですよ。馬も少ねえ。なんか隣がいやかあいつ、やべやば、なんかヌメも隣にいるんだけど嫌なんだけど、え、ちょっと待って、武器俺ゲットできない。この矢を嫌な気持ちにさせるぞ。よし、楽しみ楽しみ。痛い、うわ、ヌメも撃ってきた、マネージャーのくせに。うわマネージャーのくせに、やばい。マネージャーってさ、それはやばい。やっぱサポートする人じゃないの。おい、なんでお前弾2個あんの。は、全部お前打ち切っただろ。コモヤがマジで一生、自分の強化する一生。くっそー、ちょっと待ってくださいよ、これベッド壊されるんだけど。壊すんじゃねえよお前。あ、壊された俺。え、壊された、終わり終わりや。え、誰この番号、番号アカウント、気持ち悪い。助けて、イライラする。もういい、もうお前らのベッドマジ全員壊しに行ってやべ、怖っ。いいじゃねえかよ、お前さ、楽しんでくれよこれをよ。ちょいちょいちょい、うわー、そうですか。よーし、よーし、みんな。なるほどなるほど、わかったわかった。セッションはちょっとやめようか。セッションはやめようか。よし、セッションはやめようか。セッションはやめようか。めっちゃ殺してるし。キャンタマ、キャンタマ、うわ、キャンタマ、キャンタマ、性格悪。夢も俺の道壊したんだけど。え、性格悪すぎね。いや、じゃあ戦えませんよ。そんなスピーチクパーチク言うんだったら。スピーチクパーチク、うるせえ女だなこれは。うるせえ。だからおめえは余計だよ。おめえが言うなよ。マジでさっき俺のベッド壊しちゃった。ベッド一生粘着してやろう。ヌメモン、ここは協力するか。そっちに、ね。そうしましょう。もうなんか、ここで戦って。おーい、おい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 、これは、人を信じるっていうのは、いや、特大ブームだ。クソメガネめっちゃ黙りながらやってるよ。ガチ勢いるって、このモードの。ん、やばい。ヤッホー、見える？ヤッホー、ね、見える？こっち見て。おい、ヌメモン！性格悪い、あいつ俺のベッド壊しに来てんだけど。あ、そんなことしちゃ、あ、撃ってますよ、あんたのベッド。あ、でもこれギリギリで、ギリギリで。あれ？あと100なんで、じゃあ知りませんと。くそ、あいつ。じゃあちょっとヌメモン協力しようか、ここは。もう死んじゃいませんもん。大人って怖いな。え、いや、ペガちゃん、ヌメモンがタモンさんと組むならペガちゃんずっと組もうよ。ちょん。ちょん、やばい。え、待って、何してた。わあ、うわあ、ヌメモンが俺のベッド壊したんだけど。いや、ベッド壊してるからっすよ。いやー、最悪だこのメガネ。うざすぎて、もうなんでこのゴミの横なの俺。いや、何してんのお前ら。コロナの方がマジよっぽどゴミよ。最後のティアまで行ったよこれ。あー、やばい。
すげえ、めっちゃ湧いてくる。いいよなぁ、そうやってレンガが取れるやつらはよ。なんかクソメガネが横にされレンガが取れねえんだよ。レンガゲットするじゃん。自分の島のところで強化できる。でもう一回持ってるレンガで強化したら自分の島からレンガ出てくるようになるよ。コノヤお前さ T600 とか持ってんの気持ち悪すぎだろ。いやいや、そういうゲームだからな。お前やば、俺マジでキー30とかでコツコツ節約してた自分がバカらしいんだけど。今俺キー800あるよ。やば、真ん中のコイン取りまくってティア上げないとやばいよ。どうだ、コイン集めたのにさ、ういって、こわやめてよ。ほらほらほら、やめてよ。やめよ、俺マジベッドないから、やめてよ。うーたまさん、ベッドないんだ。どうなるこれ。あ、リスポンした。え、リスポンしてるじゃん。あ、うわ、でも資材とか全部なくなった。一回死ぬとなくなるんだ。死んだらそれなくなるんだ。でもなんかリスポンできてんたまさん。うちペガちゃんところでレンガ取ってる。え、ちょっと待って。やばすぎる、やってることベッド壊せよ。死んだらコインとかなくなるんか。持ち帰らなきゃいけないのか。俺復讐者。え、持ち帰ってどうすんの。なんか貯金箱あるの。あ、これは復讐者だ。あの女はやってやったぞ。ベッド壊されると何どうなんのこれ。死んだらリスポンできるんだろ。それえ、でもサボさんリスポンしたよ。チーターだ。自分のしますよ。死にました。もう生き返れない。ベッド壊されて死んで生き返れない。サボさんベッド壊されたけど生き返っとるで。自分の島の、あ、うん、そうだよ。サボさんの島のベッドを壊したら、サボさんきっと人間じゃないんだと思う。わぁ、ちょっと学ぼう。やば、痛い、うざい。やばい、うざい、この最悪だ、終わったわ。え、なんか今度足早くね。そうっすよ。なんでやめてやめて。ここでなんか足早くなりました。これやだ、うちのベッド壊し、ああ壊したな。残り TS ペガサス。あれでもなんか生き返ったんだけど。え、なんかね、ピストルが金になってるよ。なんで金のピストル持ってんの。 TS 対コノヤ始まりました。さあ、ベッドが壊されないようにコノヤ囲んでいく。おっと、これは爆弾で一気に追い込まれています。さあ、うわー、やばー、強いよ。プロ、このゲームのプロですか。足早すぎてなんか建築はエグ。死んでしまったがベッド破壊できたのはでかいね。やっぱこれ C4 とかめっちゃ強いな。おお、飛ぶね。おお、行く。なんかやだやだやだ。ここめっちゃダメージ食らうんだけど。お前こって。やべ、誰か来たよ。これ。え、ペガサスか。お前いた。あれ。なっちゃいますけど。あ、なんでお前。なんでお前切れてんの。あ、ダメージ食らってるからな、TS の陣地で。チートだろ、こんなの。ここで徐々に、ベッドのダメージ減らしてきた。やられてしまった。おっと、リスポーンができない。さあ、ペガサス視点です。残り TS 対ペガサス、いつもの2人だ。このゲームを勝利するのはどちらだ。おっと、ここでダメージ。ベッドに入っているのか、これは。なにこれ、うん、なんかめっちゃ残ってる。なにこれ、なにこれ、なにこれ、なになになに、おい、このゲームのプロいるって。お耳、え、なんでお耳、え、お耳死んでねえじゃんこいつ。おっと、さあ、このゲーム、うちら来てるよ。あ、ペガサス生きてたわ。倒されたペガサス。これ遠慮わら。うわー、お耳頑張れよ。このモードなら勝てるかもしんねえぞ、お前。うぃ、なんかベッドが守られてる。え、強くね、この。もう、や、な、え、すごいっすね、これは。ガチ勢やん。ガチ勢がいるんだけど。ガチ勢すぎる。生きてるのは、これ、おみみも生きてるの。おみみは死んだ。あ、え、ベッドは壊された。ベッド、ペガちゃんに壊されました。あ、じゃあ、ドックの塔です。ペガサスと PS のバトル。あんま言わんか。え、待って、私、バゲであれ出てないです。インベントリ。インベントリ最初から出てなかったです。資材の量とかもわかんない。いうか、アンチ来てね。トノハライセね。これを。アンチ来てる。返しとる。トノハライセでもね、今気づいたの。え、え、え、ダメ、でかっ。え、何だよ。やば、50ダメなんだけど。50ダメ、やべんな。なんだこりゃ。